皆さんこんにちは。タクシーの川辺です。3つぐらい私同時にやってまして、ここに書いてある通り、今日はこのいつも T シャツを毎日着てるんですけども、 GO、 皆さん GO 入ってますか？入ってる人、あ、ありがとうございます。沖縄では使えないんです、すいません。そしておそらく東京からいらした方多いと思いますので、日本交通桜根のタクシーいつもありがとうございます。同時にタクシー協会の会長っていうのもやってまして、プラットフォーマーとその中にいる事業者と、そして協会の会長をやってるっていうですね、見事にめちゃくちゃコンフリクトしまくっている人生です。でもなぜかっていうと、とにかくタクシーに関連することは俺もう全部やると、これが自分の人生だというふうに自分で思ったというか、この左上のですね、日本交通の創業者、すなわち私の祖父からもう刷り込まれたんです。ちっちゃい頃、まあ、中二まで祖父生きてましたんで、いつも呼ばれて、お前が三代目だっつってですね、それ以外のチョイスっていうのは全く自分で考えたことないんですよね。で、右上の父親はやっぱ創業者が流々としていると、やっぱタクシーやりにくいから、どっちかというと不動産をやって、で、私は左下の通り、慶応でですね、下からお受験で入れてもらって、一回も受験せずに行って、体育会スキー部で、まあ、ひたすら右脳を鍛える。そしてさすがにそれだけじゃまずいっていうことで、左脳を鍛えるために何がいいか、やっぱりビジネススクール MBA っていうのかっこいいじゃんと思ってですね、アメリカに4年行って、ケロッグっていうシカゴにあるビジネススクールに行って、その後、祖父が創業したのは30でした。私が MBA 卒業したのは27だったんで、3年ぐらい修行しよう、やっぱり経営コンサルティングだと思って、マッキンゼーの東京オフィスに行きます。で、このマッキンゼーでのが実は今日のテーマにつながってくるんですけども、そうとはつゆ知らず、30の時にいよいよ自分の人生の本番、このために俺は生きてきた、日本交通に入ります。現実こんな感じなんですね。タクシーって畳な感じで、で、いっぱいおじちゃんたちが畳に座って、もう一日中運転した後の眠くて、社長の私が行って皆さんってやっても、まあ半分以上寝てるっていう、縦軸横軸で、ロジックなんてやっても誰も聞いてないんで、あれって。でもね、このために私生きてきたんだから、一生懸命やるわけです。で、少しずついろんな成果出るんだけども、一郎社長はどこまで乗務員を泣かせれば気が済むのかとか、労働組合とかで煽られてね、何しても寝がばっかり。そしてこれ20年前、2000年から私やってますから、当時まだあのメールとかよりもこういうファックスとか手紙とかで、お前は何やってんだ、ひどいことやってるっていっぱい来てですね、社員とかから、なんでこの人たちこういう何やってもしらーってしてるネガなんですよね、なんでかなと思ってアンケートを取ったんですよ。あなたはなんでタクシー始めたんですか、自由時間が多いと、ね、車の運転が好きとか、それもあるんですけど、一番大きいのは他にやることがなかった。他にやることがなかった、お、そうか、じゃあなんで日本交通に来たんですか、ね、最大手だからとか社長がいいからとかね、そんなものは来ないです。ダントツ1位は家に近かったから、そしてその隣で知り合いがいたって、こうリファラルやってたんでね、つまり他にやることがなくて、たまたま近くにある日本交通に入る、こういう人たちが5000人とかね、今1万人ぐらいドライバーがいるわけです、日本交通に。あ、それは知らなかった、自分がこれまで慶応とかビジネススクールとかマッキンゼーとかで知り合った人たちとは違うですね、社会のピラミッドの中のね、大事なエッセンシャルワーカーとかを支える人たちなんだ。そうかと、この人たちのハートをつかむには、俺はタクシーだからタクシー乗るぞ、この人たちと同じものを経験して、
この辺りからだんだんどうせこの3代目のボンボンと俺たちは違うんだっていう感じから、少しはこの3代目のボンボンも俺たちのことを本気で思ってくれるのかもしれないと、だんだん思ってきてくれた。して私がタクシーに乗って分かったのは、やっぱりタクシーの良くないところ、一期一会で流しで一回乗ったお客様っても二度と会わないから、適当なサービスしてもいいわけですよ。だからもっとタクシーを選ばれるようにしよう。で当時このアプリね、ドミノピザのアプリ見て、こうピン落としたところにピザが宅配されるっていうのをマッキンゼの後輩から聞いて、おこれいいじゃんと思って作った。日本交通タクシー配車部で2011年、そして同じ年に全国タクシー配車部、これ使ってた人います？これ使ってた、ありがとうございます皆さん、早い。これすごくうまくいってですね、このままどんどん資金調達して今日を迎えるだったらいいんですけど、タクシー王子もう一つの顔、改革者か既得権者か。この頃皆さんよくご存知だと思いますけど、ライドシェアとかウーバーとかですね、ガーッとこう盛り上がった時で、なんかタクシーっていう既得権益の人たちが一生懸命ロビーングして抑えながらタクシーアプリやろうとしているとかですね、さっきと同じですよね。日本交通で改革しようと思ってもみんなから なぜか怒られる。そして今度はタクシー業界背負って、ね、ライドシェアじゃないんだって、日本は素晴らしいタクシーがあるからこれを DX していこうっていう、この流れもまたなんか批判されるんですよね。自分としてはめちゃ一生懸命やってたんだよ。当時の一番最初の開発人これですからね、あのモダンな開発チームじゃなくて背広着て、基本的に Windows の専従営業所のパソコンの設定やってたお兄ちゃんたちがアプリ作ってくれた。そこからのスタートで、なんせタクシー営業所の中にありましたから。途中やっぱりこれじゃいかんと、日本交通自体は94年今年でずっと自己資本 100% でやってますから、でもアプリの戦い方ちょっと違うなと途中で思って、別会社化してジャパンタクシーっていう名前にして、でトヨタさんってやっぱタクシーですからね、トヨタいっぱい使ってますから、トヨタの当時の副社長のとこ行ってですね、ちょっとあのこれ本気でやるんで出資してください、っていくら欲しいんだ、75億ですって思った、まあ、いろいろ曲折あったんですけど出してもらって、アプリもうまくいって皆さんにもたくさんの人に使っていただいて、これでいよいよ上場してうまくいくぞと思ってたんですけども、10年間タクシーの経営をやった自信を持ってですね、ところがやっぱりベンチャー経営ってまた違うんですね。全然エンジニアとぶつかってはね、エンジニアが辞め、スラックになんで顔出さないんだって言ってはエンジニアが辞め、本名をなんで入れないんだって言ってエンジニアが辞めみたいな何なんだ俺なんだこれ正社員なのにみたいな、この大体みんな短パン T シャツでなんで、ね、スーツ着ないんだとか。でもまあそれよりもさらに病院送りに、慶応病院に2週間、自分の喘息が小児喘息だったんでね、あの大人になってから発症してなかったんですけど発症しちゃって、ステロイド点滴とこんな吸引で2週間、俺こんなに体痛んでたんだ、こいつですよ悪いのはDNA のモブっていうの、見てこのモブっていうの、この感じが新しいじゃないですか。私が作ったこうですよ、だからおとなしい感じでしょ。山ちゃん結婚したばっかりのねこれちょっと全然空気感が違う。こっちはタクシーの王道だけど、向こうはアプリのね作るのはもう持ちは持ちやで、一番ストレスフルだったのは、自分がそのねタクシー協会長でもありましたから、もう業界背負ってライドシェアとねじゃないんだタクシーなんだって一生懸命やってる、そのなんか守ってたつもりのタクシー村の村人たち
守って B29 に竹槍いいやってやってたら、後ろからその村人の竹槍がプスって刺さる感じなんです、足に。みんな こっちに。日本交通ね、祖父の代から94年やってましたから、私がやるって3割ぐらいはファンがいてやってくれるんですけど、逆に3割ぐらいアンチもいるんですよね。アンチが全部こうモブに行った。なんで俺が守ってるの、俺も味方してくれないのみたいな。で、ある時そのモブに行ったタクシー会社の社長さんに言われたんですよ。いや、カーナビ君ね、知ってる、知り合いが金持ちになるのが一番嫌なんだよ、人間って、って言われて。つまり、まあ、Uber とか Didi とか MOV、DNA とか自分の知らない人が儲かって上場とかいいんだと。だけどあんたがね、お前、俺たちと仲間がいきなりなんか IT 社長になって上場とか、それはね、嫌なんだって。そんなもんなのか、人間って。だけど僕がね、タクシー業界背負って必死になってやって、俺がやって、俺が最初にアプリ始めて、DNA 真似しただけで、俺はなんとかでって、ずっと俺が守った、俺がなんとかでって思ってたんですけど、っていう時に Facebook の広告で日経ビジネス、俺がが経営者の晩節を汚すって記事が出て、確かにお前がやったかもしれんと、だけどそれはいいタイミングにいいとこ行っただけなのよと、あんまり俺が言うんじゃないと。そうかも、ナンバさんって LINE で、ナンバさん合併しませんかって。だって同じアプリ、お互いなんか同じアプリを同じようにやってるんですね、ベンチマークして。で LINE で送って、まあ半年ぐらいかかったんですけど、最後はね一緒になった。まあ一緒になると最高ですよ。さっきキングダムの話出ましたけどね、キングダムの教会もね、最初敵だったんですけどね。要は皆さん考えてください、自分のビジネスの最強の敵がいなくなって、自社の開発人営業人が倍になるんです。こんないいことはない。で2年経って、まあ、合併、まあ、いざこざありますが、まあ、4人に1人は辞めました、お互い合併したから。だから社員を傷つけるのは4人に1人、残りの4人の3人はやっぱり合併して成長してよかったということで、だいぶ時間過ぎちゃったので終わりにしますが、ぜひよりこのネット業界ですね、スタートアップ業界を盛り上げていければと思います。皆さんぜひ合併お勧めします。